スポーツ祭りは TBS テレビが毎年12月31日から1月1日にかけて放送していたスポーツ番組のテレソンである。TBS テレビは以前から1月1日には全日本実業団駅伝の生中継や最強の男は誰だ壮絶筋肉バトルスポーツマンナンバーワン決定戦などを放送していたが2006年から大晦日に ボクシングの世界タイトルマッチなど格闘技のイベントも放送されるようになったことによってスポーツ中継、イベントの特別放送を大晦日元日に集中して放送するようになるにあたり2012年の大晦日よりこのタイトルがついた TBS テレビが年末年始をまたいで長時間テレソンを開催するのは TBS21 世紀プロジェクトで2000年から2001年に 放送されたサンバ TV 以来のことである。ただし、過去の同種のテレソンとは異なり、CDTV としっこしプレミアライブは、当テレソンとは別枠番組であることや、ローカルセールスによる独自編成を挟み込んだ形となっているほか、一部の番組は、ローカルセールスで未放送であったり、後日の時差放送であったりもする。年から年の編成については、 炎の体育会 TV の元日の放送が見送られ、他の時間帯でも非スポーツ系番組が多く編成されるため、テレソンとしての体裁は取っていない。2016から17年度に関してもテレソンとしての編成話していないが、12月31日1月1日には、連日18から20時代にわたり、スポーツの特番を集中編成した。 2017から18年度以降についても、非スポーツ系番組を多く編成した対応を取ったため、正式な公表はないものの、2014から15年度で、事実上休止になったと考えられる。2005年までは大晦日には、日本レコード大賞の生中継が行われていたが、2006年より12月30日に、 繰り上げて開催している番組表の記録に2012年12月31日、これとは別に2011年から12月最終日曜日を原則として報道の日と題した長時間テレソンも行っている。また2001年には7月に24時間テレソンファイト TV24 やればできるさが放送されている。なお、 TBS 以外の期間4局イコール HBC、CBC、MBS、RKB では1月13日に55分に編集したものを実写放送。ありがとうございます。